主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌各国の交通誌日本の交通誌街道、東京都中央区日本橋江戸時代の五街道の起点である。街道が直接的に一般国道に昇格した代表例である。一般国道と旧街道が並行している区間の写真。写真は国道166号の竹内峠。 日本全国にこのような整備された振動と旧街道が並行する区間が現存する。旧街道は強小であることから現代の交通事情にそぐわないため付け替えられることが多く、旧街道には古い面影を残す街並みが残される場合が多い。街道とは日本における古くから存在する陸上をつなぐ交通路、道路のことである。つながる場所としては街。 集落であることが圧倒的に多いが、一方で人里離れた神社、寺院であることも多い。日本の筒浦浦に張り巡らされている街道は、その起源や名の由来はまちまちである。名称の大半が明治時代以降に道路行政上の必要性からつけられたものであり、同じ名称が別の複数の街道名称として用いられていることがある。明治以前は、 逆に同じ道であっても、地域や進行方向によって名称が異なることが多かった。明治時代以降、番号制を導入し、国道と地方道の区別が明瞭となり、都市付を減るにつれて、番号や指定区間が目まぐるしく変わっていく中でも、かつての街道を継承する道の区間や経営地は大きくは変わらなかった。各時代の交通の発達と衰退に合わせて、 姿を変えたものが多いものの、現在も幹線道路の脇に並行した生活道路として残っているものがある。特に主要な街道では街道が道路通称として今日でも親しまれていることが多い。しかし災害や都市計画、改良工事などで分断されたり消滅した街道も少なくない。以下、日本の街道について記述するが外国の古い道路も 街道と呼ばれるものが多い。過去の設置、建設の行きさつから、下記の通りの年代別に概要を説明する。統一国家が誕生する以前、地域ごとに、村程度の集まりで地域が集結し、争いが繰り返されていた頃は、各村同士との人や、物資の交流はあるものの、整備の行き届いた、交通路の概念はなかったと思われる。山の辺の道機内に天皇を中心とする。 統一政権が誕生すると、都と周囲の豪族が治めていた地域との交流や、海辺に面した港との間を行き来するための交通路の整備が行われた。山辺の道、竹内街道、長尾街道などがこの時代に整備されたとされている。聖徳太子が通ったとされる太子道と呼ばれる複数の道についてもこの時代に存在した。大火の改新以降、 日本全土を統一した基準で収めるために、律令制が制定され、各地の統治や、租税の徴収を円滑に行うために各地を結ぶ、交通路が整備された。駅場、天馬などの駅制により、宿場も整備された。奈良時代になると、高層行期により、多くの街道が整備されたと言われる。また、平城系と各地を結ぶ、現在でいう、奈良街道が整備されている。 奈良時代以降、各地に神社や仏教寺院が建立されていくが、その地域の信仰を集めただけでなく、遠路からの信仰も集めることがあり、それらの寺院と各地を結ぶ交通路が整備されるようになった。主なものでは、高野街道、熊野古道が挙げられる。鎌倉時代に、機内以外の遠方を中心とする政権が誕生すると、京と鎌倉を結ぶ道筋は重要となっている。 武士、豪族が軍有拡挙する戦国時代となると兵の移動や物資の輸送のための交通路として利用されている。また、拡挙された地域の境界には関所が設けられ、通行する人々から通行税を徴収した。五街道の一つ東海道の関宿江戸時代には一般旅行者や諸大名の参勤交代のために、江戸を中心とした五街道を幹線とし、これに、さやろ。 ミノロ、霊平主街道、ミブツー、ミトサクラ道、本坂通などのほか、日光法上道があり、万事二年設置の道中奉行の管轄にあった。また、脇王館、宿場町が日本全国で整備された。脇王館、または脇街道、脇道などと言われるものの中で、重要度の高いものは、伊勢路、中国路、佐渡路などは、環状奉行の管轄にあった。この頃から、 伊勢参りが一般的になり、伊勢神宮と各地を結ぶ伊勢街道が整備された。各地に残る一里塚、長石、同票の大半が江戸時代に設置されたものとされる。明治維新以降、国策として国道が制定され、主要な街道は国道に指定された。ただし、陸上交通の主役が鉄道となり、都心部を除き、道路の大掛かりな整備は行われなかった。 太平洋戦争後、高度経済成長期になると自動車が普及し、それに合わせて、旧街道の舗装、拡張、付け替えが行われるようになった。その一方で、特に山越えの旧道は維持整備が行われずに、廃道となるなど、忘れられた存在となりつつある。ありがとうございます。